代数的整数論、代数的整数論、代数的整数論は、数論の一分野であり、中小代数学の手法を用いて、整数や有理数、及びそれらの一般化を研究する。数論的な問題は、代数体やその整数感、有限体、関数体のような代数的対象の性質の言葉で記述される。これらの性質は、例えば関において、 一位分解が成り立つかとか、イデアルの性質、体のガロア群などであるが、ディオファントス方程式の解の存在のような数論において、極めて重要な問題を解決することができる。大数的整数論の始まりは、ディオファントス方程式まで遡ることができる。これは3世紀のアレクサンドリアの数学者ディオファントスに、ちなんで名付けられたもので、彼はそれを研究し、 ある種のディオファントス方程式を求める手法を発達させた。典型的なディオファントス問題は、二つの整数と出会って、それらの和とそれらの平方の和が与えられた二つの数とにそれぞれ等しくなるようなものを見つけることである。ディオファントス方程式は、数千年の間研究されてきた。例えば、二次のディオファントス方程式の会話によって与えられ、はじめは、 バビロニア人らによって解かれた。のような線形ディオファントス方程式の解はユークリッドの誤助法を用いて見つけることができる。ディオファントスの主な仕事はエリスメッティカであったが一部分しか残っていない。フェルマーの最終定理は最初ピエールド・フェルマーによって1637年に予想された。エリスメッティカのコピーの余白に余白が狭すぎて 書ききれない証明を持っていると彼が主張したことはありである。358年間の数学者の普段の努力にもかかわらず、1995年まで完全な証明が出版されなかった。未解決だった問題は19世紀の大数的整数論の発展と20世紀のモジュラー性定理の証明を刺激した。大数的整数論を創始した仕事の一つ。 ディスキッションス・アリスメティッキー、ラテン語で、三述研究は、カール・フリードリヒ・ガウスによって1798年に、ラテン語で書かれた、整数論の教科書である当時ガウスは21歳で、あり、初出版は24歳の1801年であった。この本においてガウスは、フェルマー、オイラー、ラグランジュ、ルジャンドルなどの数学者によって得られた、整数論の結果を、まと、 彼自身による重要な新しい結果を加えた。ディスキッションスが出版される前は、整数論は孤立した定理と予想の集まりからなっていた。ガウスは先駆者の研究と自身の独自の研究を系統的な枠組みに収め、ギャップを埋め、あやふやな証明を正し、おびただしい方法で主題を拡張した。ディスキッションスは、エルンスト・クンマー、ペーター・ブスタ・フルジューヌ、ディリクレ、 リヒャルトデデキントを含む19世紀のヨーロッパの他の数学者たちの研究の開始点だった。ガウスによって与えられた注釈の多くは実質彼自身のさらなる研究の告知であったが出版されないままだったものもある。それらは当時の人々にとってとりわけ謎めえと見えたに違いない。今では我々はそれらを特に関数と虚数情報の理論の方がを含んでいると読み取ることができる。 1838年と1839年の2つの論文において、ペーター・グスタフ・ルジュー・ヌギリクレは二次形式に対する最初の類数公式を証明した後に、彼の学生クロネッカーによって精密化された。この公式は、ヤコビが人間の洞察力の最大限に触れる結果と呼んだが、より一般の数体に対する類似の結果への道を開いた。 彼は二次体の単数群構造の研究に基づいて、ディリクレの単数定理という大数的、整数論における基本的な結果を証明した。彼は初めて基本的な数え上げの議論である派との、素元理を用いて、後に、彼の名にちなんで、ディリクレの近似定理と呼ばれることになる、ディオファントス金止の定理を証明した。彼はとの場合を証明した、フェルマーの最終定理とへの重要な貢献を、 出版した。は、彼が、最初の結果を見つけたが、他の研究者たちによる後の貢献にもかかわらず、いまだに数論における未解決問題である。リヒャルトデデキントのルジューヌ・ディリクレの研究の研究は、大数体とイデアルの彼の後の研究に、彼を導いたものであった。1863年に彼は数論に関する、ルジューヌ・ディリクレの講義を、 整数論講義として出版した。この本について、次のように書かれている。おるぞう、ザブックイズ・アシャーレッドリー・ベイストン・ディリクレ・エス・レキチャース・アンド・オルゾー・デデキンとヒムセルフ・ラホード・ツー・ザブック・スルー・アウト・ヒズ・ライフ・アズ・ディリクレ・エス・ザブック・イット・セルフ・ワス・エンタイアリー・リットン・バイ・デデキンと、ホーザ・モースト・パート・アフター・ディリクレ・エ s です。 ボーラスンの1879年と1894年の版は観論で基本的なイデアルの概念を導入する保養を含んだ関という単語は後にヒルベルトによって導入されデデキントの仕事には現れないデデキントはイデアルを数の集合の部分集合であって整数係数の多項式方程式を満たす大数的整数からなるものとして定義した概念は ヒルベルトと特にエミーネーターの手によって、さらなる発展がもたらされた。イデアルは、フェルマーの最終定理を証明しようとした、エルンスト・エドゥアルト・クンマーの1843年の、試み一部として考案されたを一般化する。ダビット・ヒルベルトは、大数的整数論の分野を彼の1897年の、論文、文字通りには、数の報告で統一した。 彼はまた1770年にウェアリングによって、定式化された重要な数論の問題を解決した。有限性定理と同様、彼は答えを得るメカニズムを与えるのではなく、問題に解が存在しなければならないことを示す、存在証明を用いた。彼はその後その主題についてほとんど出版しなかった。しかし、学生の学位論文でのヒルベルトモジュラー形式の出現は、 彼の名が主要な分野にさらについていることを意味する。彼は類体論に関する一連の予想を立てた。構想は非常に影響的で彼自身の貢献はヒルベルト類体とのの名前に行き続けている。結果は高木サダハルによる研究の後1930年までにはほとんど証明され。エミル・アルティンは一連の論文でアルティンの相互法則を証明した。 この法則は、対域類対論の中心的な部分をなす、数論における一般的な定理である。用語はその一般化のもととなったより、具体的な数論の主張の長い列を指す。平方常た与の相互法則や、アイゼンシュタインやクンマーの相互法則から、に対するヒルベルトの積公式まで、アルティンの結果はへの部分的な回答を与えた。1955年頃、 日本人数学者、志村五郎と谷山豊は二つの一見全く異なる数学の分野、楕円曲線とモジュラー形式の間につながりがあるかもしれないことを観察した。結果のモジュラー性定理、志村、谷山予想はすべての楕円曲線はである。つまり、一位的なモジュラー形式に付随できる、という主張である。それは、当初ありそうもないあるいは非常に、 不確かとして受け入れられず、数論学者、アンドレ・ベイユがそれを支持する証拠を見つけた時より、真剣に受け止められたが、証明はなかった。結果として、驚異的な予想は、谷山、志村、ベイユ予想としばしば呼ばれた。それは、証明や反証を要する重要な予想の一覧である、ラングランズプログラム一部となった。1993年から1994年、 アンドリュー・ワイルズはに対して、モジュラー性定理の証明を与え、と合わせて、フェルマーの最終定理の証明が与えられた。当時ほとんどすべての数学者は、フェルマーの最終定理とモジュラー性定理は共に、最先端の発展が与えられてさえ、不可能かあるいは実質的に不可能であると以前は、考えていた。ワイルズは1993年6月に、彼の証明を最初に発表したが、すぐに、 重要な点で深刻なギャップがあると認識された。証明は、ワイルズと部分的にリチャード・テイラーとの共同研究で訂正され、最終的な広く受け入れられるバージョンが1994年11月に発表され、正式には1995年に出版された。証明は、大数機化と数論の多くの技術を用い、数学のこれらの分野において、 多くの副産物を持つ。証明はまた、スキームの威や岩沢理論や、フェルマーには、利用可能でなかった他の20世紀の技術のような、現代的な大数期化の標準的な構成を用いる。有利整数感の重要な性質は、それが、算術の基本定理を満たすこと、つまり、任意の、正の整数は、素数の積への分解を持ち、この分解は、 因子の並べ替えの違いを除いて一意的であるということでる。これは大数体の整数感においては一般にはもはや正しくない。素元とアのもとであってが席を割り切るならば因子化の一方を割り切るもののことである。この性質は整数の素数性と密接に関係する。なぜならばこの性質を満たす任意の性の整数は過素数だからである。しかし、 素言の方が、真に弱い。例えば、和風だから、素数ではないが、素元である。素元への分解を許せば、整数において、さえ、のような、異なる分解が存在する。一般に、が単元、すなわちにおいて、情報逆元を持つ数で、が素元ならば、も、また素元である。とのような数は、同伴であるという。整数において、素数とは同伴であるが、 これらのうち一方のみが正である。素数は正であると要求すれば同伴な尊厳の集合から一意的に元が選ばれる。しかしながら、が、有理数でない時には、正の概念の類似はない。例えば、ガウスの整数では、数とは、後者は前者にをかけたものだから同伴だが、他方より自然であるとして、一方を選び出す方法は存在しない。これからのような方程式が導かれ、 において、分解は、因子の順序を除いて一位であるということは正しくない、ことが証明される。そのため、一位分解性域において用いられる、一位分解の定義を採用する。一位分解性域において、分解に現れる素源は、単元と順序の違いを除いて一位であることだけ、期待される。しかしながら、この弱い定義でさえ、多くの、大数体の整数感は、 一位分解を持たない。イデアル類群と呼ばれる大数的な障害が存在する。イデアル類群が自明であるとき、関は一位分解正域である。自明でないとき、素源と規約元の違いがある。規約元とは、ならばまたはが単元であるような元のことである。規約元はそれ以上分解できないような元である。の任意の元は規約元への分解を持つが、 二通り以上できるかも、しれない。なぜならば、すべての素源は、規約元であるが、規約元は、素源とは限らないからである。例えば、間を考える。この間において、数は規約である。これは、数が、規約元への二つの分解を持つことを意味する。この方程式はが積を割り切ることを示している。もしが素源ならば、あるいはを割り切るが、そうではない。 で割り切れるすべての元はの形だからである。同様に、とは席を割り切るが、いずれも自身を割り切らないので、いずれも、素源ではない。元が、同値にできるということに意味はないので、において、一位分解は成り立たない。定義を弱めて、一位性を修正できた単元の状況とは異なり、この不成立を克服するには、新しい観点が必要である。がの意であるであるとき、 必ず分解がある。ここで、各フォーミュラ語は、元意であるであり、この表現は、因子の順序の違いを除いて一位である。特に、これはがただ一つのもとで生成される主意であるの時に、正しい。これは、一般の数体の整数感が、一位分解を持つという、最も強い主張である。観論の言葉では、整数感は、デデキンと正一気であるということである。歴史的には、 イデアルを元イデアルに分解するアイデアは、エルンスト・クンマーのイデアル数の導入に始まった。これらはの拡大体の属する元である。この拡大体は、今ではヒルベルト類体と呼ばれる。により、の任意の元イデアルはの整数間の主イデアルを生成する。この主イデアルの生成元は、イデアル数と呼ばれる。クンマーはこれらを、塩分体における、 一位分解の不成立のための代用品として用いた。これらはやがて、リヒャルトデデキントによるイデアルの先祖の導入と、イデアルの一位分解の証明を導いた。一つの数体の整数間で元なイデアルは、大きい数体に拡大した時に、元イデアルでなくなるかもしれない。例えば素数を考えよう。対応するイデアルは、間の元イデアルである。しかしながら、このイデアルが、 ガウスの整数に拡大されてとなると、元イデアルかもしれないしないかもしれない。例えば、分解は次を意味する、ここでだからとで生成されたイデアルは同じであることに、注意。ガウスの整数で、どのイデアルが元イデアルのままであるかという問いへの、完全な回答は、フェルマーの二平方和の定理によって与えられる。基礎数に対しては、ならば、元イデアルであり、ならば、元イデアルでない。このことと、 イデアルが元イデアルという観察を合わせて、ガウスの整数での元イデアルの完全な記述を得る。この単純な結果を、より一般の整数感に一般化することは、大数的整数論における基本的な問題である。類体論はガのアーベル拡大である、すなわちガロア拡大であり、そのガロア軍がアーベル軍であり、時にこの目標を達成する。一位分解は不成立なことと、 主イデアルでない元イデアルが存在することは同値である。素イデアルが主イデアルからどのくらい離れているかを測る対象はイデアル類群と呼ばれる。イデアル類群を定義するには群構造を持たせるために整数間のイデアルの集合を大きくする必要がある。これはイデアルを分数イデアルに一般化することでなされる。分数イデアルはの過法的部分群であっての元の積で閉じている。 すなわちの時となるもののことである。のすべてのイデアルは分数イデアルでもある。とが分数イデアルである時のもととのもとの積全体の集合もまた分数イデアルである。この演算により例でない分数イデアルの集合は群となる。群の単位もとはイデアルであり、の逆もとは一般イデアル症である。主分数イデアル、すなわち、ただしの形のイデアルたちは 比例分数イデアルの群の部分群をなす。比例分数イデアルの群をこの部分群で割った章が、イデアル類群である。二つの分数イデアルとが、イデアル類群の同じ元を表すことと、ある元が存在してとなることは同値である。したがって、イデアル類群は二つの分数イデアルを、一方型方と主位である差が同じ時に同値にする。イデアル類群は一般に、あるいはと書かれる。 最後の表記は、イデアル類群を大数幾何学のピカール群と同一視している。イデアル類群の元の個数はの類数と呼ばれる、の類数はである。これは二つしか、イデアル類がないことを示す。主分数イデアルの類と、のような、主でない分数イデアルの類である。イデアル類群は、因子の言葉による、別の記述を持つ。数の可能な分解を表す。 形式的な対象がある。因子群はのもといであるたちによって生成される自由、アーベル群と定義される。の例でないもとが、情報についてナス群からへの群純動系がある。が次を満たすとする。この時は次の因子と定義される。のような数体は、実数体の部分体として特定できる。のような数体は、できない。抽象的には、 そのような特定は体順道系あるいはと対応する。これらは、それぞれ実埋め込みと、複層埋め込みと呼ばれる。実に自体は、二つの実埋め込みを持ち、複層埋め込みを持たないから、そのように呼ばれる。埋め込みはそれぞれ音に送る体順道系である。相対的に、虚に自体は、実埋め込みを持たず、複層埋め込みの一つの強約体を持つ。埋め込みの一つは尾に送り、 もう一つはそれをその複素協約に送る。慣習的に、の字、埋め込みの個数はと書かれ、複素埋め込みの協約体の個数はと書かれる。の符号は体である。おの字数としたとき、となることは定理である。すべての埋め込みを同時に考えることで関数が、決定される。これは、ミンコフスキー埋め込みと呼ばれる。 複素協約によって固定される終わり域の部分空間は次元の実ベクトル空間でありと呼ばれる。ミンコフスキー埋め込みは体順同形によって定義されるから元によるの元の積はミンコフスキー埋め込みで対角行列をかけることに対応する。ミンコフスキー空間上のドット積はトレース形式に対応する。ミンコフスキー空間におけるの像は次元格子である。 お、この格子の規定とすると、和の判別式である。判別式は、あるいはと書かれる、の像の余り体積和である。身と複素の埋め込みは、口に基づいた観点を採用することで、元いであるとして同じ足場に置くことができる。例えば有理整数を考えよう。通常の絶対値関数に加えて、各素数に対して定義される、進む絶対値関数があり、これはによる、 過剰性を図る。オストロフスキーの定理は、同値の違いを除いて、これらが、上のすべての可能な絶対関数であると述べている。したがって絶対値はの字、埋め込みと素数を共に、記述する共通の言語である。大数体の素点は、上の関数の同値類である。素点には2種類ある。の各添であるフォーミュラ11に対して、フォーミュラ11、進む絶対値が存在し、 進む絶対値と同様、それは過剰性を測る。これらは有限素点と呼ばれる。素点のもう一つの種類はのみあるいは複素埋め込みと、あるいは上の通常の絶対値関数を用いて特定できる。これらは無限素点である。絶対値は複素埋め込みとその協約の間で区別することができないから複素埋め込みとその協約は同じ素点を決定する。従って、 このミソ点とこの複素素点が存在する。が、絶対値に対応する、不値であるとき、しばしばと書いてが、無限素点であることを、フォーミュラ13と書いてそれが、有限素点であることを意味する。体の素点をすべて一緒に考えることで数体のアデール感を得る。アデール感により、絶対値を用いて入手可能なすべてのデータを同時に、追跡することができる。これは、 アルティンの相互率のように、一つの素点での振る舞いが、他の素点での振る舞いに影響するような常用において、重要な利益を生み出す。有利整数は単数を二つとしか持たない。他の整数感では、他の単数があるかもしれない。ガウスの整数感は四つの単数、前の二つとを持つ。アイゼンシュタイン整数感は六つの単数を持つ。 実に自体の整数感は無限個の単数を持つ。例えばでは、の任意のべきは単数であり、これらのべきは全て相違なる。一般に、の単数群は、有限生成アーベル群である。従って、有限生成アーベル群の基本定理より、それは、ねじれ部分と自由部分の名を数である。数体の文脈でこれを再解釈すると、ねじれ部分はに属する1の、べきね全体からなる。 この群は、巡回群である。自由部分は、ディリクレの単数定理によって記述される。この定理は自由部分の回数がであるというものである。したがって、例えば、自由部分の回数が例であるからだは、と、虚に自体しかない。のガロア群に対するガロア化群としてのの構造を与えるより、正確な主張も可能である。単数群の自由部分はの無限素点を用いて、研究できる。 次の写像を考える、ただし和の無限素点を当たり、和に付随する絶対値である。写像和から実ベクトル空間への順同形である。の像は、フォーミュラ15によって定義された、長平面を張る格子であることを示すことができ。この格子の余り体積は、数体の単数基準である。アデール感を用いて考えることで可能になる簡素化の一つは、 この格子による章とイデアル類群を共に記述する単一の対象イデール類群が存在するとである。数体のデデキントゼータ関数はリーマンゼータ関数の類似であり、の元イデアルの振る舞いを記述する解析的対象である。ガのアーベル拡大の時、デデキントゼータ関数はデリクレの L 関数の積であり、各デリクレ指標に対して一つの因子がある。自明指標は、 リーマンゼータ関数に対応する。が、ガロア拡大の時、デデキンとエータ関数はのガロア群の生息表現のアルティンのエル関数であり、ガロア群の規約の言葉での分解を持つ。ゼータ関数は類数公式によって、上で記述された他の不変量と関係する。数体を素点で完備化するとを得る。縁がアルキメデス的ならばまたはを得、非アルキメデス的で、 有理数の素数の上にあれば、有限拡大、有限の常用体を持つカンビリ三不地体を得る。この手順は、体の算術を単純化し、問題を局所的に研究できるようになる。例えば、クロネッカー・ウェイバーの定理は類似の局所的な主張から容易に結論できる。局所体の研究の背後にある、この哲学は、幾何学的な手法によって大きく動機づけされる。 大数幾何学では、多様体を極大イデアルに局所化することで点で、局所的に研究することが一般的である。すると、帯域的な情報は、局所的なデータを貼り合わせることで復元できる。この精神は、大数的整数論において取り入れられる。数体の整数間の素源が与えられると、その素源において、局所的に体を研究することが望ましい。したがって、 整数感をその素原に局所化し、多くは、幾何学の精神で、分数体を完備化する。大数的整数論における古典的な結果の一つは、大数体のイデアル類群が有限であることである。類群の異数は、類数と呼ばれ、しばしば文字で書かれる。ディリクレの単数定理は、整数感の単数のなす、情報群の構造の記述を与える。具体的には、 和に同型であるという定理で、ここではのすべての一の、べきねからなる有限巡回群であり、である、ここでとは、それぞれの字、埋め込みと、複素埋め込みの個数である。言い換えると、は、有限生成アーベル群で、回数和で、ねじれ部分はの一の、べきねからなる。ルジャンドル記号を用いて、性の基礎数に対する平方上余の、相互法則和というものである。相互率は、 平方乗用の相互法則の一般化である。相互率を表すいくつかの異なる方法がある。19世紀に見つかった早期の相互率は、通常、平方乗用記号を一般化する、素数がいつ別の素数を法として、ノリの乗用になるかを記述するを用いて表され、との間の関係を与える。ヒルベルトは、相互率を最低式化し、1の、 ベキネの値を取るヒルベルト記号のを渡る赤画に等しいと言った。アルティンが最低指揮化した相互率はイである、あるいはイでーるから、ガロワ軍の元へのアルティン記号は、ある部分群上自明であるというものである。いくつかのより最近の一般化は、相互率を軍のコホモロジーやアデール軍や、大数的軍の表現を用いて表し、元々の平方常用の相互率との関係を見るのは、 難しい。類数公式は、数体の多くの重要な普遍量を、デデキンとゼータ関数の特殊値と関係づける。大数的整数論は、他の多くの数学分野と関わっている。大数的整数論は、ホモロジー大数の道具を用いる。関数体と数体の類似を通して、大数規何の技術や思想に依拠する。さらに、整数感の代わりに、 上の高次元スキームを研究する分野は数論基化と呼ばれる。大数的整数論はまた数論的双局三次元多様体の研究においても用いられる。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。